タイプムーン、キャビア、エイティング。フェイト、アンリミテッドコード。キャラクターを選びなさい。この剣にかけて勝利を。サーヴァント・セイバー、召喚に応じ参上した。これより我が剣はあなたと共にあり、あなたの運命は私と共にある。マスター、指示を。敵であるロックンのマスターとサーヴァントを倒し、聖杯を手に入れなければなりません。他のマスターとの殺し合い、それが聖杯戦争か。けど聖杯を手に入れてどうするんだ。俺にはそこまでして叶えたい願いはない。他人や自分を犠牲にして今までの時間を捨ててまで叶える願いはどこか間違ってる。シローには叶えたい願いがないと。では何のためにマスターになったのです。あなたとて魔術師だ。血をもって奇跡をなす儀式など見慣れているでしょう。俺がマスターになったのは他のマスターを止めるためだ。聖杯が欲しいわけじゃない。まあ結果は同じだけどな。俺は聖杯戦争を最後まで戦うだけだ。聖杯はセイバーが使ってくれればいい。マスターがそう言うのでしたら私に依存はありませんが。決まりだな。けど一つ聞かせてくれ。セイバーは聖杯に何を望むんだ。やり直しを。滅びてしまった国を救うために私の代わりになる人物を選定し直してもらう。それが王として剣を取った私の最後の責務です。そのためになら自分はどうなろうと構わないっていうのか、セイバーは。それは間違ってる。うまく言えないけど、その願いは違うんじゃないのか、セイバー。それはあなたが判断することではないでしょう。私の願いが正しいか否かはこの戦いが答えを出してくれる。私はサーヴァントとして聖杯戦争を勝ち抜けばいい。我が一撃受けきれるか。では果たし合おうぞ。ラウンド1ファイト。やっ、遅いな。はっ、いやいや決める。なんとはっ、やるぜ。はっ、こりゃ。やっ、いきます。パーフェクト。本気を出しなさい。ラウンド2ファイト。おそろい。やっ、やっ、行くぞ。行きます。行くぞ。
が立てるか。ラウンド3ファイト。行きます。風を叩き切る。パーフェクト。人の身でよくもそこまで。感服します。我が一撃は波状の鉄槌。立ち塞がるのならその守りごと両断する。準備はいいですか？ああ、分かってる。ラウンド1ファイト。受けろ。やっ、本気を出しなさい。ラウンド2ファイト。行きます。KO。 調子は悪くないな。ラウンド3ファイト。今のあなたなら他のサーバントともいい勝負ができるでしょう。始めましょう。見た目で判断すると後悔してよ。ラウンド1ファイト。やりますわ。エーテルペルカの負けではありません。本気を出しなさい。ラウンド2ファイト。勝負はここからだ。ラウンド3ファイト。ライトを当てなさい。
熟ですね。プロレスリングとはこの時代の魔術師はなんというか変わった御仁が多いのですね。最強のサーバント、バーサーカー、この巨人を下せば聖杯により近づくことになる。勇ましいのね、セイバー。叶わない希望にすがる姿は嫌いじゃないけど、その願いは本当に正しいのかしら。敵であるあなたに言われることではありません。正しいか正しくないかは結果が判断してくれるでしょう。その結果、あなたが守った正しさがこの世界を積み上げてきたというのに。あなたがしようとしていることはただの自己満足よ。何度もシローが言ったじゃない。あなたの過去に恥じることは何もない。ならその人生だって決して間違いじゃない。世前事を聞きに来たのではない。剣を取れ、アインツベルンのマスターよ。困ったものね。これじゃあシローがかわいそうだわ。聖杯の何たるかも知らないあなたが勝ったところで待っているのは絶望だけ。ならここで一思いに潰してあげる。さあ吠えなさい、バーサーカ
手加減は無用です。やるからには本気で行くわよ。ラウンド1ファイト。まだ立てるか。ラウンド2ファイト。はい、まだ立てるか。ラウンド3ファイト。行くぞ。見事な魔術でした、リン。呆れるほどのテンプですね、リン。シローにもあなたの10分の1、いえ、100分の1でも差異があれば。甘く見られたものだ。始めましょう。ラウンド1ファイト。今だ。終わりです。気を出しなさい。ラウンド2ファイト。遅い。行くぞ。決める。まだです。止めて。まだです。決める。まだです。これ好き。行きます。決める。決める。本気を出しなさい。ラウンド3ファイト。まだです。これ好き。受けよ。
未熟ですね。我が一撃は波状の鉄槌、立ち塞がるのならその守りごと両断する。甘く見られたものだ。お互い加減はなしで行こうや。ラウンド1ファイト。ホーまだです。やるじゃねえか。これで見えてんだよ。どうしたことが。ケオ調子は悪くないな。ラウンド2ファイト。たたききる。気を出しなさい。ラウンド3ファイト。ホですね。いい勝負でした。あなたの名と力、しかと覚えておきます。待ちかねたぞセイバー。ここに来たということは我が軍門に下る気になったということ。それも当然か。聖杯はすでに俺のもの。奇跡を欲するのなら俺の奇跡になる他はないのだからな。いいえ、私は恩義を破るために来たのです。英雄王、我が剣は我が主のものであり、私の願いは聖杯にかけるものではなかった。もしや俺の聞き間違えか。今の物言い、まるで俺など眼中にないと聞こえたが。その通りだ英雄王。私はあなたには従わないし、聖杯も必要としない。私の人生は間違いではなかったと、全てをかけて教えてくれた主がいる。その主が言ってくれたんだ。聖杯を壊そうと。人の夢は人の手で叶えるべきだとな。はっ、これはなんという滑稽さだ。騎士の王が道化になり下がるとは、ますますもって許しがたい。いいだろうセイバー、まずは力ずくだ。その凡夫に染まった心からきつくしつけ直してやろう。
幻想とやら原初の地獄にかなうかどうか試してみるがいい。雌雄を決するぞ英雄王。ラウンド1ファイト。戦ってくだらん。行きます。決める。これでバカめ。決める。どうした。やばい。どうした。どうした。はい。なに。叩き切る。うまくかわすよ。なに。なに。バカな。KO。立て。勝負はここからだ。ラウンド2ファイト。やるくぞ。これで。どうした。エヌマもはや許さん。戦う。バカな。ケロ。調子は悪くないな。ラウンド3ファイト。獣が思い上がってた。決める。これで。なに。獣が。これで。何？まだまだ。いけ。やっ。どうして。何？思い上がってるんだ。叩き切る。なわけ。バリ。叩き切る。行きます。決める。去ればいい黄金の王。あの呪いに侵されてなおその輝き。道は違えど、あなたは確かに一つの王の姿だ。私とは一生が相容れない王道だが。これでいい。聖杯を自らの手で切り壊した以上、私は英霊ではなくなりましたが、初めからその必要もなかったのです。王は国を守った。ただ国は王を守らなかった。まったく、そんな当たり前のことをどうして気づかなかったのでしょうね。シロ、体が透ける。聖杯の恩恵もなくなった。これでようやく私はあの丘に戻れる。最後にあなたに心からの感謝と、ありったけの信頼を。私が築こうとしたものは理想郷には程遠く、万人を救うことはできませんでしたが、それでも胸を張れるものだったとあなたは伝えてくれました。ありがとう。その言葉を胸に、私はあの丘から先に進みます。さようならマスター。あなたの行く先に光と希望が現うことを。